はい、皆さんこんにちは、ワンダリグリビーです。では今回はギレンデ暴政がサタン版キャスバルのネオジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回は今画面に映っているソロモンの攻略を完了するということで順調に攻略進んでいるんですけども、一点ですね、バオアクーの制圧ができないという、バグなのか何なのかハマってしまった部分があったので、タイムリープしてバオアクーの制圧完了するというのを別途行いました。これによってね、バオアクーの収入や生産というものをネオジオン軍の国力として吸収することができましたので、より一層ね、攻略がスムーズに進むじゃないかなというふうに期待をしています。それ以外の攻略方針特に変更はありません。今回はですね、ソロモンを攻略した部隊でこのままサイド4を経由して一気にルナ2の攻略を目指したいと思います。でさらにですね、衛星軌道上に HLV、これは中はザク2の J 型と、あとはマゼラトップの部隊なのであまり大きな戦力にはならないかなと思うんですけども、これらの部隊を使って地球に降下していきたいと思います。というのもジオン軍が滅んでいくつかですね、中立拠点のままになっているところがありますので、ここをサクッと制圧したいなと思ってて、その一つがですね、北アメリカはカリフォルニア、そして南アフリカ大陸キリマンジャン、この2つの基地をなんとかね、局地戦することなく制圧できればいいかなというふうに思っています。でこれの護衛としてザンジバル2隻にリックドーム8隻をつけているので、これでね、衛星軌道上の制圧を行いたいと思います。では早速時間を進めていきたいと思います。開発は今ちょうどドーム開発中なので、ドームの開発が終わったらですね、キリマンジャロないしカリフォルニア、いずれにせよ地球で制圧した拠点でドームの量産を開始したいと思います。さらにズゴックもね、開発進めているので、ズゴックも適宜生産してうまくハワイとかね、オーストラリア、トリトン基地、そういった海、水中うまく戦えるモビルスーツをね、投入していきたいと思います。では予定通りまずキリマンジャロに突入降下していきます。もう一体はできればカリフォルニアを取りたいんですが、カリフォルニアはどうやら先に陸戦ガンダムらしき機影が入っちゃいそうですね。そうなるとここの制圧占領は難しいかな。陸戦ガンダム相手だとなかなかね、簡単に制圧できる相手ではないかなと思いますので、一旦諦めましょう。では、ルナ2の方に侵入を果たしていきます。それと並行してですね、キリマンジャロ基地、ここの占領もできそうなので占領しちゃいましょう。これで無傷で敵より早く制圧できましたね。ちょっと危なかったですけどね、ここにフライマンタが来てたので、このフライマンタがいたらちょっと危なかったかなというふうには思います。一旦せっかく取ったこのキリマンジャロが取られないようにだけは気をつけましょうね。あとここにザクスのジェガタとマゼラタックも降下してるので、これでしばらく防衛できると思います。この間にじゃあドームの生産を開始しましょう。ドームを生産して、でドームの生産が一段落したら今度はズゴックをいくつかね、作っていきたいと思います。ではルナ2の攻略戦始めていきます。ルナ2ですが、攻め込んだ我々の勢力の方が圧倒的に、性能、質、量どれとっても上なので、このまま力押しで攻略していきましょう。これで宇宙がほぼ完全に我々のものになるんで、そしたらですね、衛星軌道上の防衛部隊を残して、あとはリックドームを廃棄して、資産にか資源に変えて次の戦いにね、備えていければいいのかなというふうに思います。一通り敵の索敵も終わりましたけども、顔つき、いわゆるキャラクターが乗っているものはこのサラミスカイのリード注意だけですね。なのでこのルナ2の守りは全然硬くない、むしろゆるゆるといった感じなので、シャア、キャスバル率いる、精鋭部隊で一気に制圧を進めていってるという状況です。
ソロモンもルナ2もね、思ったより敵の抵抗が少ないなっていう印象がここまであるんですけど、これゲーム始まってまず多分序盤だからなんですかね。もしこれがね、攻略が遅くなればなるほどきっと敵が強くなるというかね、まあモビルスーツ自体も強くなると思うんですけど、配置されるユニットの数がね、多分爆発的に増えていくんじゃないかなと思うので、まあ、早い攻略にね越したことはなかったのかなということで、ここまで本当に順調に来てますね。あとは地上戦になるので、先ほどもお話していたドームですね、これの生産がしっかり間に合ってくれれば地上でも高速の移動で拠点の制圧も進むと思いますし、もっともっとね早く敵の重要拠点まで到達できるようになると思うので、ドームが一つポイントになるのかなと思います。で、宇宙衛星軌道上の防衛にどれくらいの戦力を割くかというのを、まあ、しっかり計画立ててですね、リックドームは一部はもう廃棄して、地上でのドームの生産に生産力資源割り当てていきたいと思います。はい、これでルナ2の制圧が完了しました。私だっていつはなるか。我が軍の勝利です。はい、では今回はね少し短めになりますが、ルナ2の攻略完了していますので、ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。